ルーク・チェンバースは、イングランド・ケタリング出身のプロサッカー選手。イップスウィッチ・タウン FC 所属。ポジションは DF。アイルランド系イギリス人である。出身地にほど近いノーサンプトンタウン FC で、プロデビュー。コリン・カルダーウッド監督時代にはキャプテンを務めた。2007年1月30日、カルダーウッドを追って、ノッティンガム・フォレスト FC に移籍。加入者年度は、 交代要因としてベンチを温めることが多かったが、翌2007-08シーズンにレギュラーを獲得。リーグ1準優勝とチャンピオンシップ昇格に大きく貢献した。2010-11シーズンのチャンピオンシップでは、ウェズ・モーガンと共に最終ラインを支え、シーズン終了後にはサポーター投票でチームのベストプレーヤーに選ばれた。 2011から12シーズン開幕後の2011年8月5日、スティーブ・マクラーレン監督から新キャプテンに任命された。シーズン途中にスティーブ・コッテリル監督に交代してからも新監督の下でキャプテンを務めた。2012年6月30日、契約満了により、ノッティンガムを退団。2012年7月9日、イップスウィッチタウン FC にフリーで加入。 正キャプテンのカルロス・エドワーズが不祥離脱した際には代理でキャプテンを務めた。2014年夏、エドワーズが退団したことで正キャプテンに任命された。ユースプロ、ありがとうございます。